リベラルアーツ棚特選本ということで、天狼院書店にはリベラルアーツアカデミーという新しいサービスがスタートしておりますが、これはですね、リベラルアーツを学ぶことによってより人生を豊かにしようっていうコンセプトの、新しいスタイルの学びの場ですね。はい、学びの解放宣言と書いてありますけれども、さて、このリベラルアーツのジャンルでおすすめの特選本をご紹介します。はい、ですね、まずはですね、本の読み方重要かなと思いまして、確かにこれ、とんでもなくいい本ですね、本の読み方、その名も本の読み方、スローリーディングの実践、平野啓一郎さんですね、この文学者っていうかね、僕も読んだやつあるな、日食っていうやつがね、とんでもなくいい本なんですけれども、デビュー作のやつが。で、平野啓一郎さんはなんとスローリーディングなんですよ。へえ。スローリーディング しなければダメだじゃなくて、スローリーディングじゃなければ損するよみたいなことをこれに書いてあって、速読もいいんですけれども、絶対的にスローリーディングの方が読者は得をするみたいなところを書いてるんで、これはもう絶対おすすめです。あとはですね、同じ新書でいくと、これはね、生物と無生物の間、おー、福岡さんっていう、まあ、いわば理系の人なんですけどね、理系の人なんですけど、文章が極めて上手、へえ、とんでもなく、内容も面白いんだけど、文章が極めて上手なんで、そういう点で見ても面白いと思いますよ、そこのところ。あとはですね、まあまあまあ、これも一応読んでいた方がいいですよ、僕は読みつぶしましたよ。学問のすすめ、あんまり読んだことない人いますよね、ないですね。なんか1文目のやつは、これは誰でも聞いたことあるかもしれないですけれどもね、あれだね、天は人の上にっていうやつ、それ聞いたことありますか？天は人の上に人を作らずっていうのがあるんですけど、実はそこが要点じゃないですね、ここのところ、本はこれ実は、江戸時代の寺子屋みたいな、なんかいつの役に立つかわからない文学とかはやめろってこれ書いてるんです。それ学問じゃないって言い切って、あ、そういう話でしたっけ。実学をやれって言ってるんですよ。とんでもない本ですね、うん、でも今僕はここのリベラルアーツアカデミーでは逆のことをやろうと思って、今の人たちってスキルばっかりにいっちゃってて、そこの逆にいつ役に立つかわからないやつっていうのをちょっとおろそかにしてるので、確かに、それを読みつつ、時代が違いますんで、ね、読みつつそこのところを大事にしようって論点で言った方がいいんじゃないですか、ただ学問の進みは抑えておいた方がいいですよ、面白いので。あとはですね、ここの、教養を作った本の中でもこれですね、抑えておくと面白いの、進化しすぎた脳みたいな、脳の構造的な話なんですけど、読み物としても面白いので、これはいいと思います。あとはですね、絶対に読んだ方がいいのは、昔こんな格好悪かったんですね、今めっちゃ格好いい本に生まれ変わってる。想定が違う。想定が全然違う。僕が読んだ時代はこれだったんですね、利己的な遺伝子、リチャード・ドーキンス博士、なんかね、人間なんてものは、生物すべてはですね、遺伝子を運ぶための箱に過ぎないみたいな、道具に過ぎない、乗り物に過ぎないって言い切ってるんですよ。なので利己的な遺伝子ってなったんですけど、後半その論が自分で逆転というか、その論の中でまた発展してみたいなところのやつがあるんで面白いです。これ読んどかないとちょっときついかもしれないですよね、きついかもしれないって言い方もいいですけど。はい、あとはですね、ホモデウス、おお、最近話題の、僕の中で話題の、僕の中で、サピエンス全史の著者の人ですね、サピエンス全史読んでこれっていうのももちろんいいんですけど、もしかしてね、サピエンス全史っていう、これなんだっけな、ユバル・ノア・ハラリさん、ユダヤ人でオックスフォードで、歴史学の先生なんだよね、だけどこれやばいよね、本当、これからどうなっていくかみたいな話なんですけど、かなりすごい重要なことを言ってるので、結構デストピアの話、恐ろしくなる話、ホモデウスってホモサピエンスから進化してホモデウス、神に近い存在になるって言って、なぜならっていうのがここの中に入って、面白そう。もう人間は疫病とか戦争とか、あと飢餓とかを克服したって言ってるんですよ、実は。
そうなんですか。大きいそれにはもうならないって、うんうん、確かにね世界でそう苦しんでる人たちいるけど、うん、もう第三次世界大戦みたいなのはもう起きないよって人間は学んだから、これからどうしていくのかみたいなのになってると、うんうんうん、寿命は伸びてくるし、うん、あとなんかね今まで医学っていうのをマイナスを解消するために使ってた、うん、例えば骨折れたから治そうとか、うん、なんですけども今度はプラスの方向に使っていくんじゃないかって能力を伸ばしたり、でどん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 進化していくっていう、うんうん、あと AI も入ってくるし、うんうん、したらどうなんのみたいな話、うん、なのでそれついていけないとやばいよみたいな話にもなってるので、うんうん、サピエンス全史と一緒にぜひこれ特選本にしたいと思いますので、うん、読んどくといいですよ。やばってなるんで、うん、日本やばいんじゃないのみたいなことになってしまいますので、うん、な感じですかね。このあたりはちょっと抑えておきたいかなっていうところを。はい、リベラルアーツ棚、他にも面白い本たくさんありますので、はい、たくさんありますけれども、ぜひぜひ自分の好みに合わせて選んでいただければと思います。はい。